たこ焼きを焼く仕事は実に過酷である。作業着がすすで真っ黒になっており、エプロンなんかは熱で溶けていたりもしている。事件は会議室で起こってんじゃない、現場で起こってるんだ、といつだか織田裕二が踊る大捜査線の中で叫んでいたのを思い出した。まさに我ら製造部隊も同じである。問題は机の上で起こってんじゃない、工場現場で起こってんだ。朝一番で問題が発生した。タコの唐揚げを第一工場で加工していたようなんだが、タコのサイズが小さいと工場側が連絡してきたのだ。朝食のおかゆを口に駆け込み、第一工場を担当する中国人スタッフである唐と私は食堂から直接第一工場へと急いだ。あ、帽子とマスクを部屋に置いてきた、と私は叫んだ。工場で着る作業着は我々管理スタッフ用は個別に持っていない。ただ顔に触れる部分の帽子とマスクは自分専用のものを携帯している。朝食を終えたら一旦寝床兼事務所である部屋に戻って、コーヒーでも一杯飲んでから仕事を始めるのがルーティンになっていたから、帽子もマスクも部屋に置いたままだったのだ。とは、いいですよ、工場に入らなければいいでしょ、というので、まあいいかと思い、そのまま第一工場へ走った。第一工場に着くと、品質管理担当者の女性がタコを1キロ分ほど容器に入れて我々が待っている工場入り口まで持ってきてくれた。私はそれを見て驚いた。こんなに小さいの？いつもの半分ぐらいしかないタコを見て、これではまずいと緊張が走った。一緒に持ってきてくれた秤を使って重量を確かめてみたが、実際にも基準値となる重量の半分しかなかった。これは本当にまずいぞ。私の頭の中は真っ白になる感覚だった。問題が生じた時、その加工を止めればいいだろうと思うかもしれないが、もちろんいつもの製品が作れないのなら加工を止めるのは当然のことだ。ただ加工を止めることで解凍し終わっている原料が使い物にならなくなり、それがまるまる廃棄でもなれば大きな損害となる。また別の加工に突然切り替えようにも、他の原料の解凍、包材手配など前もって準備が必要なことが多いので、そんな簡単な話ではない。それに助工さんの仕事がなくなり、彼女たちは今日見込んでいたお金が入らなくなるし、工場全体で言えば今日一日何も製品が作り出せなかったことでコストが上がってしまい、予定していた利益が確保できなくなる。なぜなら何も製品を作り出せず、売ってお金に代わるものがないのに必ずかかってしまう経費があるからだ。助工さんへの給与は発生しなくても、電気代や暖房代、彼女たちの食費などはかかる。考えていても仕方ない。とにかく工場に入ろうと思い、急いで部屋に帰り帽子とマスクを取り、改めて第一工場に戻ってきた。工場に入るとさっき見た原料よりは確実に大きいタコが山積みになっていた。え、大丈夫じゃん。私はほっとするとともに何が何だかわからなかった。よくよく聞いてみると、さっきのものは小さいものだけを選んで持ってきたとのことだった。中国人スタッフの通訳も細かなところまで伝わらないことも多く、このような勘違いは日頃から多々あるのだ。改めて検品すると、小さいものが 15% ほど混在しており、これらは選別してたこ焼き原料に回すように指示を入れた。やはり我々製造管理の仕事をしている人は、問題があってもなくても現場に入っているべきである。問題は机の上で起こってんじゃない、現場で起こってんだ。さて、先ほどのタコ唐揚げにできない小さい原料だが、たこ焼きを加工している工場に運ばれた。たこ焼きの価格はタコを入れる割合によって大きく変わってくる。価値観で勝負しているたこ焼き屋さんなどは、マダコの大きいものをぶつ切りにしてコロコロした存在感のあるタコを使ってるに違いない。ただバイキング向けなどの価格勝負のたこ焼きには
1グラムとか2グラムほどのタコが申し訳なさそうに入っているだけなのだ。しかもタコの種類にも違いがあり、一般消費者がイメージするマダコではなく岩ダコと呼ばれるタコを用いることでさらなるコストダウンを図るのだ。小さいものは手のひらサイズなので、足の部分は女性の小指程度のものだ。まずはこの足を規定の重量にカットしていくわけだが、小指ほどの細さのものから 6g とか 7g とかでカットするとたこ焼きからはみ出すほど細長いものになったりする。そんなミミズみたいなタコはたこ焼きに入れられない。そこでちょっとしたノウハウが必要とされる。この細長いタコの足の真ん中に切れ込みを入れるのだ。そしてそれを軽くお湯の中にさっと通してあげると、タコが皮の収縮によって縮む際、切れ込みを入れたところから半分に丸まるようになり、たこ焼きの中に入れられる形に変形するのだ。この他にも技はある。小さいタコの足は1本足でカットすると規定の重量にいかないので2本足になるようにカットする。そして付け根の部分をくっつけたままカットする。こうすることで1粒にカウントでき、かつ重量も満たしたタコカットが小さいタコからも取ることができるのだ。あとはタコの頭の部分をどれぐらいの比率入れるかによっても価格は変わってくる。頭の部分は厚みがないし、やはり足の部分の方が美味しいのではあるが、足だけにするとどうしてもコストが高くなるのだ。私はたこ焼き工場に入るとまずは全体の様子を確認した。たこ焼きを焼く仕事は実に過酷である。作業着がススで真っ黒になっており、エプロンなんかは熱で溶けていたりもしている。一日中同じところに立ちっぱなしで、足腰が大変なだけではなく、暑くてたまらない中、頭の先から足の先まで作業着に覆われ、マスクもつけていなければならない。今頃の冬はまだいいが、冷房設備もない工場なので、夏の作業はどれほど大変なものであろうか。想像しただけで女工さんたちに申し訳ない気持ちになってくる。それにしても女工さんたちの焼くスピードは半端なく速い。油を引いてバッターを流し込み、タコを入れていき、くるくると焼き回していく。私は東京生まれ東京育ちということもあり、関西のように家庭でたこ焼きを楽しむ習慣がなかったので全くできない。今後のためにも技術を習得しておくべきなのだろうが、あまりにも下手すぎると全て廃棄せざるを得なくなり、ロスとなってしまうので気が引ける。仕方ないのでタコ粒にカットするラインに入らせてもらおうと思った。テーブルの上にちょうどまな板と包丁が置かれたところがあったので、よれんま、誰かいますか？と聞いてみた。めよれん、いないわよ。なら僕もやらせてもらうよ。やり始めてすぐにタコの足をカットするだけだと甘く見ていたのに気づかされた。5g にカットしていくのだが、それぞれの原料の大きさの違いがあり、それぞれの足の太さによってカットする長さを微妙に調節しなければならない。女工さんたちは平気でとっとことカットしていくのだが、私はこの辺でカットしていいものか、もう少し右でカットするべきかと悩みながら、なかなかカットできない。カットしたところで重量は目指す 5g にはなかなかならない。隣の女工さんは私がカットするためにプーハーと連発している。そして私のことが気になり、自分の仕事どころではないようで、さっきから手が止まり私の手元を見つめている。私はビエダンシン、心配しないでくださいとは言ったものの、なかなか感覚がつかめない。どうにか重量があっても、今度はそれに切れ込みを入れ、ブランチングした時に丸まるようにしなければならない。これがまたうまくいかないのだ。切れ込みが浅すぎてもダメ。皮一枚つながってる状態にしないと、ブランチング時にうまく丸まってくれないのだ。私はせっかく重量合わせに成功したタコ足を切断してしまわるようにビビってしまい、皮一枚のところで刃を落とせない。私がやるたびに隣の女工さんがぶんどって自分でやり直している。あまりにも隣の女工さんが手を止めて私にかかりきりになっているので、これ以上仕事に支障を与えても悪いと思い、私はやむなく撤退した。日本から来て加工管理だと偉そうに工場を巡回しているけど、
何もできない人に管理されるなんて、女工さんたちも嫌気がさすに違いない。なんとも恥ずかしい限りだったが、やらなくてはいつまで経ってもできるようにはなるまい。今後も時間を見つけては技術の習得に励もうと考えていた。